煉獄脱出を目指すメリオダスたち。メリオダスは弟であるゼルドリスの過去を明かす。ゼルドリスは恋人の吸血鬼ゲルダのために非常な処刑人となったのだ。ゲルダ、待っててくれ。一方、カメロット城で繰り広げられるエスカノールとゼルドリスの激戦。そしてエスカノールの指先がゼルドリスを貫く。あら、やってくれたな、ダークネス。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。聖戦再び。ブリタニア存亡をかけた決戦の行方は神々すら予見できぬものであった。だが彼らは戦い続ける。邪悪の支配を打ち破り、愛する者たちの未来を守るために。故に彼らは選ばれし英雄、七つの大罪と呼ばれるのだ。ゼルドリス様、あとは我らにお任せを。絶対にメリオダスの邪魔はさせるな。お前たちの実力を思い知らせてやれ。この俺をも上回る最上位の魔人の力を。容易ですが、お忘れなきよう、あなたはじきに死である私を超える存在となることを。それはどういう。別れの挨拶は済ませたか。おざけ。ダメだ、傷が深すぎる。私の力では。リドシエル様、ギルをお救いください。悪いが、その暇はない。わしは小娘の相手と残りのゴミの片付けか。ゼルドリスさえ抑えることができれば、貴様らなどこの私の敵ではないわ。我が先行の恩寵の前に散るがいい。やるな。ゼルドリス様に剣を教えたのは私だ。だが調子には乗るな。無傷だと。借り物の器ではそれが限界か、リュドシエル。こちらも始めるか、ベリアルインの娘。今度はわしを存分に楽しませろ。エクスターミネイトレイ。エクスターミネイトレイ。マリンさんと同じ魔法、しかも特大。マーリン殿の魔力をこれほどまでに上回るというのか。エスカノール、隙を見計らって神器のもとへ走れ。わ、え、無理無理無理ですよ。どうしたどうしたどうした。エンチャントインフィニティ。直撃した。
さすがマーリンさんのインフィニティの前には最上位魔人も刀なしですね。では今のうちにリッタを。マーリン、まるで手応えがないぞ。これが奴らの魔力なのか。いや、奴らは訳あって元来所有する魔力を封じられているらしい。にもかかわらず魔人王を除く魔人の中で最強と謳われる。その答えはシンプルだ。極めて強く、極めて速く、極めて硬い。それって弱点なしってことじゃないですか。平たく言えばな。だが弱点がないのならば、弱点を作ればいい。マーリン、ハッタリが通じる相手ではないぞ。どこから。奴は何の動作も見せていなかった。ありえん、こんなちんけな攻撃で。ダブルインパクト。戦闘開始直後にお前たちをがっかりさせた魔法を覚えているか。あれは攻撃魔法ではなかった。ファーストウェーブで四大元素およびそれらを組み合わせた複数の属性魔法を放ち、お前たちそれぞれの最も耐久度の低い属性を割り出した。チャンドラーは雷、キューザックは風、そしてセカンドウェーブはそれらの耐久度を著しく下げる弱体化魔法。さらに私の魔力インフィニティで一撃食らうごとに耐久度が下がり続ける。豪華特典付きだ。こいつは絶対的に回したくないな。種さえ分かればおしゃぶりのやめアブソリュートキャンプ。またか。どこから攻撃を仕掛けて。もがく、おのるべ。今この空間内には貴様らの呪文詠唱と攻撃動作に自律的に反応攻撃する雷と風の魔力が無数に踊り漂っているのだ。それらは我が無限の魔力によって生み出され続ける。なんだこの無茶苦茶な魔法は。自分でもわからん。2種の属性攻撃魔法に透明化、感知負荷、自動追尾とインフィニティを即席で掛け合わせたのでな。反則だろう。それにしても一体いつの間に仕掛けたんです。オミノスネビラからテレポートで逃げ続けている間にな。ほデュドシエル様、ギルサンダーに癒しの奇跡を。彼はあなたを守るため自らを盾に。私を守るためではないだろう。それに今は少しでも魔力を温存せねばならん。我ら最上位魔人が人間ごときに屈辱を。あってはならんことだ。何がおかしい。レゾナント。マーリンさん。ほう、それが本体の姿か。ずいぶん可愛らしいな。貴様もあのアーサーとかいう小僧と同じ運命をたどるがいい。最上位魔人に歯向かったことを地獄で後悔しろ。貴様の意志はもはや我が虜。そのまま言葉を返すぞ。なぜ貴様が憑依してくることなど想定済みだ。最高神の祝福の上に
精神強化を施した私に取り付くことができるとでも。まだ事態が飲み込めていないようだな、愚か者め。さあ、たっぷりとアーサーの恨みを晴らしてくれよ。まだか、早く小娘の魔力を解除。まずい、このままでは。調子に乗るな。魔人王の魔力をもってすれば、貴様の魔力といえど恐れるに足らん。勝った！長きに及んだ聖戦に終止符を打ったのだ！我々は勝ったんだ！見ているか、マエル。兄さんはとうとう成し遂げた。なぜ、マエルを殺したエスタロッサの顔しか思い出せない。どうした、団長。なんだ、おかしい。エスタロッサとの記憶が、なぜ、あいつのことを。お前も気づいたか。わしと同様、何も思い出せぬことに。この声は間違いない、奴だ。それにしても呆れるほどめめしい奴よ。やはり感情は我が息子には不要なものだ。こいつが魔人王、でかすぎんだろ。やつはこの世界の生物をむさぼり食らうことで力を得て肥大化し続けている。おやじ、お前は言ったな、エスタロッサの記憶が思い出せぬと。わしも同様に思い出せんのだ。魔界での日々すべてを未だ鮮明に覚えておる。にもかかわらず、エスタロッサのことは何も思い出せん。奴について覚えていることを口に出してみろ。魔人王の息子でありながら、闇の力を有せず生まれ、虫を殺すことすらためらうほどの小心者。それを憐れんだわしがエスタロッサに戒言を与えた。やはりな。どういうことだ。わしを含めエスタロッサを知る全ての者がたばかられているようだ。やつめ、やってくれよったわ。やつ、まさか。エスタロッサ、いや、あの男は。聞いてくれ、ゴーセル。聖戦を終わらせるために、私は今から全生命全魔力を引き換えに禁呪を発動させる。禁呪？それはたった一人の男の記憶と、それを知る全てのもの、神々すらの認識を変えるものだ。本当に聖戦は終わるの？ああ、それほどに男の存在は強大なんだよ。この禁呪が成功すれば、
女神族は常闇の棺を使わざるを得なくなる。そしてそのためには少しだけ魔力が足りない。お前にも力を貸してほしいんだ、ゴーゼル。いいよ。許しておくれ。子であるお前にこんな重い罪を背負わせてしまう私を。なぜエスタロッサか。作り変えた認識は二度と戻ることはないのか。マリンさん。可能性はわずかにだがある。禁呪にかかった者の認識は共有される。てめえだけは私の手で。エストロス、なぜだ。ありえない。ワイルの顔が思い出せない。みんなの様子が変だ。仮にそのうちの一人に何らかのアクシデントが起こり、ほころびが生じれば。男女、大丈夫ですか、マリンさん。エスカノール、今のうちに神器を。はい。全員の認識が徐々に、やがて一気に決壊する。エスタロッサ、誰だってめえは。そういう奴は実界にいねえ。エリザベスを返しやがれ。気づきは疑問に。エリザベスは俺のだ。兄貴がエリオダスが悪いんだ。疑問は確信に。俺の兄さん。エスタロッサ、あなたは勘違いしているのよ。メリオダスは弟を傷つけるような嘘はつかない。彼はいつだって気にかけていたわ、ゼルドリスのことを。俺はどうにかしてゼルドリスとゲルダを救ってやりて。そうね。でもあなたは本当に弟思いなのね。ゼルドリスはたった一人の弟だからな。どういうこと。じゃあエストロッサは。またお兄さんと喧嘩したの。違う。みんなが私を虫一匹殺せない腰抜けだって。そんなこと気にしてるの。でも私が兄の顔に泥を塗っているのは事実です。その犬は。ちょっと、この子怪我をして動けなくなっていたの。名前はあるんですか。エスタロッサ、メリオダスがつけてくれたの。いい名前でしょ。そんな、エスタロッサがあの子犬の名前。どうしたの、変な顔して気に入らない。あ、いえ別に。じゃああなたは誰なの。そな、その姿は。いい名前だと思います。あなたはまさか。いよいよ彼を知る全員の記憶があるべき姿に戻る。魔人族としての記憶は女神族としての記憶に。兄メリオダスとの思い出は兄リドシエルとの思い出に。万が一の場合は俺が止める。ゴーゼル、
この命に変えても、それがゴーセルと共に背負った俺のもう一つの罪と責任だから。実家エスタロッサなど花から存在しない、みんながそう認識していたあの男の正体こそ、バカな嘘嘘、四大天使マエルだ。ああ